健介ってやるよ。あ、ちょっと待ってね。いい、大丈夫ですね。いや、全然やれるよ。100万もらえる。ロマンタバコ吸わないんだっけ？タバコは吸わないですね。あのやっぱり、うん、あの本気でやってるんで、うん、もうタバコも酒も今やめてます。あ、本当に。すげえ。はい。もうガチなんで。うん。それはすごい、ね。で僕まあ健介ってやるんですけど、うん、あの僕は別にウエイト全然上げれるじゃないですか。うんうん。だからでヘッドギアつけれるんですよ、ハンデで。うん、はい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 。でワンチャンないかなと思って。まあ、向こうはまあプロなんですけど。そうだよね。で僕やっぱセンスはあるんで、ちょっとネオさん見てもらって。うん。でワンチャンまあ今0%なんですけど。当てたいってことね。はい。1ヶ月で 1% にしたいんですよ。ああ。1ヶ月でその 1% にかけたいんで。なるほどね。はい。その 1% のためなら努力を惜しまないつもりで。マジで。それはもう。でまあ 3日ぐらいちょっと自ストレしてきて。うん。まあいい感じに。はい。あのいやまああの基礎走ったりとか。うんうんうん。で体力はちょっとつけてきてるんで。はいはいはい。まあ生活リズムまず戻すのが大変ですね。そうですね。今日は夜まで起きて。で明日の朝から、まあ、朝は走り込みとかして、夜にちょっとジム 2時間ぐらい通おうかなと思ってます。あまりあの練習しすぎもダメじゃないですか。まあまあね、毎日毎日続けたってね。1時間かやっぱ2時間とかじゃないですかね。うんうんうん、1時間1時間半ぐらいやってですよね。で、あのネオさんに経験者って言ったけど、ちょっと経験ないんですよ。ちょっとあの3ヶ月やってたから、ちょっとかっこつけちゃって。でも一応あのストリート育ちなんで、うん、まあそれなりのパンチは打てると思うんですけど。了解です。その時を見てみましょうよ。見てみましょう。行こうかな。その場でね、形変えようやりましょうか。今日はちょっと俺のとこ多分垂れ流しになっちゃうと思う。あ、みんなネオさんの枠アイテム投げてあげてね。スタートはいいですか。はい、よいしょ。ありがとうございます。大丈夫かな。ありがとうございます。残りはまあチンコでかいからしょうがない。こう丸めて今上げたのこれわざと。はい、大丈夫だ。ちっちゃくね。下半身を見せてくれたいに。うん。まずはちょっとストレッチやりましょうよ。まあストレッチ。うん。久しぶりだ、動くわけだから、はい、ストレッチやりましょうよ。ストレッチ。ちょっと。ああこれなんか和生ちゃんやってるの見たことあるなんかね。ああそうね。やってる今。頑張ってる。ここでストレッチをやってください。とりあえず足とか腕関係とか、まあ、全体的に全軽くやっておいてください。あ、わかりました。まずちょっとストレッチやってから、はい、行きましょう。みんなが遠いな。寂しいな。ちょっとこっちおいで。寂しいな。ガチでやってるか。ガチでやるか。ケイノスケ君一発当てるか。3月だったよね。28なんですよ。勝てるでしょ、あいつなら。3月28。だっ
ってもう慶之助ももうだって40前じゃないですか。わかんない、これ変わったことないんだよね僕は。原田くんとかとは。ああ、そうなんですか。うん、あー、前で見てるだけ。ゼロワンがトレーニングするって言ったから、はい、じゃあ行くぜっつって。すいません、ね、もうすぐ早めに言いますね。うん、大丈夫大丈夫、急だったの、うん、あ、だから来る、そうだね、来る前にちょっと早めに言ってくれたら、はい、ずっと助かる。サッカー名古屋選抜、うん、でラグビー県選抜、うん、で喧嘩は5段ぐらいですね。すごくないだよ。すごいですね。選抜出てるすごい、ね。はい。じゃあもともと運動神経はいいない、ね。運動神経いいです。あ、ぶっちゃけぶっちゃけで勝つとかどうこうとかっていうのはなかなかきついとは思うけど、まあ、手術ぐらいだったらなんとか頑張ってやる。まあ男として恥じない戦い方、うん、その見せる戦いっていうのをできると嬉しいですね。うん、あ、そうね。そうですね。で、まあ宮城さんみたいな、はい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 、やっぱ気持ちではやっぱ負けたくないんで、うんうんうん、分かる。一番大事なんで、うん、そこ大事だよね。はい、いやマジで格闘はそれで一番大事だから。そうですね、うん、もう気持ち負けちゃってるともうダメ、はい、うん、この間もほら善一くんがちょっと初めてやりましたってんでやったけど、やっぱ気持ち的に負けちゃうと、うん、どうしてもね目線合わせてらんないし、はいはいはい、でボクシングは目そらしたら絶対ダメだから相手から。あ、倒れる要素って3つしかないんで、はい、あのタイミングでもらうパンチか蓄積で残るパンチか、 あとはあの見えないパンチ、この3つしかないんですよ。あ、気持ちで負け、見えないパンチ、見えないパンチ、蓄積、タイミング、これしかないんで。あ、うん、一番メンタルが難しいかもしれないですね。そうよ、だから向かい合ってるだけで疲れるし、手出さなくても、はいはいはい、手出さなくても向かい合ってるだけで疲れる競技だから。あ、メンタル強ければで 気が抜けるっていうか体の力入んなくて楽にやれるけど、はい、緊張感で筋肉硬くするでしょ。あ、うん、それでね、疲れちゃうんだよね向かい合ってるだけで。なるほど。あとはテレビで見てるボクシングとか、あ、僕なボクシングルール、ボクシングルール、ボクシングルール、僕ヘッドギアありなんで、うんうん、まあ、それはないと、ね、相手プロだしね、はい、マジでガチでやられちゃっちゃう。慶之助くんはもともと何のプロ？アウトサイダーの。アウトサイダーって総合系で、総合系でをボクシングでやるとなったらワンチャンあるんだね。ですよね、うん、それはあくまでも手だけだからね、組んで倒してとかじゃないし。で、あの蹴りがない、蹴りが武器なんで、うん、蹴りもないけどね、蹴りないのでかいね。膝蹴りで勝ってきた相手なんで、はい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 、でパンチは大したことないんですよ。そうなんだ、はい、ストレッチだけは本当ちゃんとやっといて、毎日やれないよ多分、筋肉痛になるし、今日やっただけでも多分筋肉痛になるし、なるなるなる、軽くやっただけだって。ストレッチ他に何があるの？ストレッチ、あとは寝てさ、ここちゃんと開いて、あ、こういう風にしっかり伸ばして、はい、だから今ずっと我慢、30秒ぐらいやってよ、30秒ぐらいやってよ、両サイド30秒ぐらいちゃんとやって、軽くやるだけじゃダメで、できたらそれプラス今日はストレッチポールもやろうか。使うかな、こいつの凄さ教えよう。これ見たことある？やってないです。これね、買うと3000円くらいで買えるんだけど、はい、めちゃめちゃいいやつです。ちょっと体で体験してもらって、はい、ましては今体起きてないでしょ、多分生活リズムじゃなくなってると、はい、
だから特に分かりやすいと思う。めちゃめちゃいいからね、みんなリスナーさん、もしあれだったら、あのね、腰の悪い人とか肩周りとかね、肩こりだとかね、ひどい人もそうだけど、ぜひね買って、家でただこうやってね乗っかるだけだし、ゆらゆらするだけで、あの背骨の周りの筋肉って絶えずいつでも緊張感が走っちゃってるとこなのね、何やってても。そこを唯一これに乗ることによって緩めることができるんですよ、うん。持ってる、あ、持ってる人もいるんだ、あ、すごいすごい。ね、大体まあ少なくても8分ぐらいはやってほしいんだけど。あ、右乳いらっしゃい。あ、右乳、2月の2日お前スパーリングな。右乳、2月の2日スパーリングやってくれって、あれでしょ、あの練習会でしょ、はい、うん、言ってた新田くんとこのやつだよね、確かね。あれ違ったっけ。そうですよ、そうだよね、この間試合の時。あ、でも2日の日はちょっとできっかな、手治るかな。あ、手が、まあじゃあでも右肘を頼むな、ちょっと練習つけてな。うん、それはいいかもしれない、右肘強いから。うん、やつほど気持ちの強いファイターいないかんな。あ、うん、配信会じゃナンバーワンじゃないの、気持ちの強さ。かっこよかったですね。ねえ、わ、だけど素手での戦いはちょっと、うん、あれはやっぱかっこよかった。すっごいよ、ペシペシ音がしてんだもん。グローブの音じゃないんだもん。手の手がパシパシだから、ペシペシって聞こえる音が。うわ、ね、すごかったあれ。俺も初めて見たもん、素手での、あの殴り合いは。これって鼻かいていいんですかね、ちょっと。ん？鼻かみたいってこと？いや、手でちょっと。あ、全然全然いい、全然全然全然、自由に、楽にしててください。全然、あと40秒ぐらいなんで。40秒経ったらゆらゆらしてください。これ姿勢が良くなるんですか。いやいや、もう終わってっから楽しみで、何も言わない、自分の体で分かる。自分の体で分かるから体験数は、あ、なるほどねって分かる。あと15秒でゆらゆら戻してます。ゆら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 、だからジム来たらちょっと軽くストレッチやって、ストレッチポール持ってっていうこの流れを毎回やってください。あ、はい、うん、でしょ、今度ゆら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 して、そうそう、ゆら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 して。腰悪いとかある？どっかこう肩こりとかないですけど。ない、腰がちょっと筋肉痛で。筋肉痛ってないですかね、腰。筋肉痛、なんかうさぎ跳びみたいなことやったら腰ちょっと痛くなる。いや、それはなんか炎症起こしちゃったのかもしれないね。今時そんな鍛え方しないとか言われて。うさぎ跳びはない。